監督の浜口竜介です。釜山に来ています。韓国の映画ファンと交流する機会を持ててとても嬉しく思っています。人生の映画4本。まあ新作が出ましたけども、ビクトル・エリセ監督、スペインのビクトル・エリセ監督の、まあ、ミツバチのささやきっていうのが放題なんですけど、まあ正直すごくこの絵、悪は存在しないを、まあ、作る上でも、まあ結構精神的に参考にしました。じゃあまあもう一本は、まあジョン・カサベテスのチャイニーズ・ブッキーを殺した男っていうあの映画がありまして、まあ先ほど明暗比がすごく大事だという話がありましたけれども、もしこの画面で見たらその暗い画面ももしかしたら何かがはっきりと、まあ、映るのかもしれないので、まあ、ダグラス・サークの、まあ、これはどれでもいいんですけど、まあ、風と共に散るっていう映画、まあ、そのダグラス・サークのある時期の映画っていうのは本当に色彩的に優れたものがあるんですけれども、これはまあ冒頭から黄色いスポーツカーがまあ駆け抜けていく、なんかそういう印象的な場面があるんですけれども、まあ、この発色で見たらそれも、まあ、黄色がありますけど美しく見えるんじゃない。もう一つは、まあ、非常に難しいですが、挙げるならば、まあ、東京物語、まあ、小津安二郎の東京物語も、まあ、本当に人生の中で何度も見返している重要な映画です。まあ、この映画は残念なことに本当に正しいプリントっていうものが焼けてしまってなくなってしまっているらしいんですけれども、まあ、いろんなレストアの試みの結果、まあ、今かなり美しい映像が見られることになってはいます。液晶で見るんだとすれば、まあ、それもそういう努力の結果もよりよく見えるんじゃないかなっていう気がします。そしてまあ人生の4本っていうことでしたけど、まあ、どの映画も本当に人生の、まあ、思うようにならなさっていうものが描かれている映画なんですけれど、そういうものを見てですね、まあ、美しく打ちのめされるっていうのもいい体験なんじゃないかなと思います。